鬼ヤバ。じゃこっちゃんの一発芸どうぞ。よし頑張れ。ご視聴いただきありがとうございます。トライアスロンファミリーチャンネルです。今日の動画は千葉シティトライアスロン、イエーイ。ちょっとねもう後ろが会場になってます。今ね朝8時15分です。ゆらくん出番がね1時ぐらい、ちょっと午後の部なので、ちょっと午前中は一般の部のレースちょっと撮影していきたいと思います。はい、よし、じゃあ行ってみよう。行ってみよう。さあ今受付が終わって、これから会場入っていきます。はい、もう結構人がね。結構人がいる感じです。プールエリアにちょっと来てみました。稲毛海浜公園ですね。はい、でも実際今日泳ぐのはプールじゃなくて海を泳ぎます。プールが良かった。これ流れるプールのねところ水質が大阪城トライアスロンのいい勝負ぐらいな水質してます。まあここは泳ぎませんが、今ちょうどねあのスタートのホーンが鳴っちゃいましたね。あのエリートの部というか一番速い人たちの部。さあ行きましょう。スタートエリアに来ました。ゆうらくんトランジションエリアをセットしております。さあスタートまであと1時間半になりました。今大会はスイムが150m、バイクが4km、ランが1km。かなりねスピードレースですね。でバイクとランのコースちょっとねちょっと見たんですけど、かなり道が細いのでちょっと接触事故気をつけたいと思います。どこ来たの？稲毛海浜公園ね。後ろに遊楽の登り旗もあります。じゃこっちゃんの一発芸どうぞ。よし頑張れ。さあトランジション練習。さあスイム会場に来ました。これちょっとね一番乗りで来ちゃった感じですけど、 V がもうなんか目の前すぎて、立山よりも近い。これもうもはや走るんじゃないかっていう。さあどんな大会になるでしょうか。さあスイムの試合、水が冷たそう。レンさん、時計回りで、時計回りの知らなくてる人が教えてくれるので、その先が、それから多い彼のコースを見ててください。おにやまー。さあ小学校のトップの選手が上がってまいりました。小学校のトップの選手はバイクに移行します。そしてこちら、スイム会場は小学校高学年の子がスタートしたばかりです。さあ低学年の子の選手は続々とスイムを踏み切ってバイクに移動しております。そしてそれを親御さんたちの列がそれをつないでおります。さあ親御さんの期待を背負ってどこまで頑張れるか。
高学年の部の選手は早くも先頃選手は 50m を過ぎた第1名折り返しの第1名まで残り 25m して2つかかっております。できるよゲット頑張れ最後できるよ最後最後頑張れ最後最後最後ゲットラストスイングを終わったようですね。さあ現在は小学校高学年でもの選手は黄色い犬を回っている。ライバイド行け行きた走れ行ける行けるさあトップの選手はすでに第1名を折り返しました。走れ走れ残り1分高学年さあみんな手を振ろう頑張るね遊んできてよはいそれで、トップの選手あ高学年トップの選手、まあ、スイムアップですスイムアップです、うん、はいそしてこちら最後のグループいいよいいよいけるよここからいけるよユーラ、20秒前ユーラ落ち着いてユーラいいよいいよユーラすいません、応援の方は歩道に上がってください。危険ですので応援の方は歩道に上がってください。イカルナイスファイナイスファイナイスファイ楽しんで追っかけて楽しんで頑張ってコヘイいけ上がってんねユーラいいよ。さくら。応援の方すみません。ブロックの速攻より後ろ。ペダル回して。もう周回歩道ブルーの選手行きますので。遠赤に上がらないでください。楽しんでいける。そうそのままそのまま。よえ行け。ガンガン行けガンガン。はい。ちょっと待ってくださいね。渡辺ちょっと待ってくださいね。ちょっと、ね。練習いっぱい来てますからちょっと待ってください。うん。速攻の上乗ってる人下がって、速攻乗ってる人下がって、危ないよ。ユーラあと一周ね、あと一周、あと一周だよユーラ。頑張れナイスラヘルメット。何
張ったっていうような自分をね、やっぱり褒めてもらいたい。さあ、そして続いて選手見えてきましたよ。いってらっしゃい。家族の皆さんからプーかかってますか。さあ、今フィニッシュです。ナンバー13番の野村陸くんです。お疲れ様でした。第4戦どうでした？楽しかった。楽しかった。小学校何位かな？3位か。2か3位か。あそこのさ、合流めっちゃ危なくない？危ないな。危ないね。よし、じゃあお疲れ様です。はーい、お疲れチャンネル登録、コメントお願いします。